で、これから3日間滞在した、なぜか滞在してしまった伊平屋島から、沖縄本島の運天港に向かって出発します。今日はこれ4便分の人が乗ってるはず。で、録画は酒瓶持ってる。録画は乗り込んで、出航するぐらいの時まで回しとこうと思います。1時間20分かかります。あ、そうだ、これ写真撮っとかなきゃ。どっちが自転車の分だ。まあいいや。これ以上渡すんだ。ああ、GPS 外しとくか。オンにする。あの、つけた。すいません。やった。やっぱり4便分まとまってるから詰まってる。すいません、これは後でいいんですかね。はい、今です。結構違う。あら、船の作りが全然違う。これみんな見られてるな。カップルの旦那予定さんが、どうだろう。あの道とはこの道です。上行きますか。船が動いてよかった。船動いてよかったですね。
さて本当は横になる場所を確保しとかなきゃいけないんだけど、出航する瞬間も撮りたいしな。今日は午前中船に乗る前に、あの昼飯前ぐらいに、どこだろう、どこから見えたんだっけ、あっちの方の、展望台に行ってきたんですけどね。ありがとう。ああ、ちょっと待って、来ますので。はい、大丈夫なの。あの買いました。あ、買えた、ええ、ちゃんとできた、ええ、まあ買い直しで。で、今日は何、どういうのは。いや、私は福岡の実家に。私は神奈川に。今日その便で、はい、ね、自転車で走るの。走るのは名古屋までですね。でそこからバスでまた那覇まで行って、ね、高速バスと飛行機で帰ります。そうまたこれもね、いい経験です。そうですね、まあ面白かったですよ。ネタにはなりました。これはもう一発くらいじゃないかなって。ああ、なるほど。まあ、それでも地球が実践するとか。確か前止まりの向こうの方でしたっけ。そうそう、ですよね。確か途中で見たような気がする。あのスーパーの近く、まあ、じゃないですよね。ああ、録画してます。いや、あれ見たよ。あ、まあ、一緒だったんですか。全然すれ違ったんですよね。向こう側の水を踏まえ通りに行った。行きました。あれすごいですね。すごいよ、なかなか。あと東大も行ってきました。東大、あ、行ってきた。ひどい坂ですよ、あれ。あの坂すごいきつかったですね。きついよね。なんとか足つかずに降りきりました。そうか、じゃあ今日移動だ。ええ、もう移動しっぱなしです。あ、一応那覇で少しゆっくりして。あ、僕はまあ時間ばっかっていうのがある。そしたらもう乗り継ぎスレスレなんで。あ、ぴったり行けばいいと。ええ、じゃあ一周したんだ。あ、一周はしました。バッチリしてきました。どう、以前だと以前ある、どっちがいいか決められないところ、ね。まあ、どっちもいいところそれぞれありますからね。家の方が自給自足できそうな感じだね。うん、いただきます。そうですね。ダム。ダム。あ、見えないや。あっちか。はい。じゃあ。と、結婚予定のカップルさんの旦那さんの方と話してました。しましたってすぐ分かるか、そんなことは。ここまであと5分あるな。おー、風強い。入れるのかな。あれ、動いてないよな。とりあえず出航したら船内入ってそこで止めようと思います。海の荒れ具合どんな感じですかね。見たとこ大したことないんですけどね。あとこの下の波の動きがすごく今動いてるように見える。あれも出航したかなと思ってしまった。そういう錯覚に陥りますね。全体が動いてるから。もあるし、財布もあるし、携帯もあると。よし、致命的な忘れ物なし。お宝もある。
あ、もう、あれ？おや、あれ？ 30 分じゃなかったっけ？ 28分にもう出てる。もう今離岸したんじゃないかな。あ、やっぱり後から乗る人は助走して乗らなきゃいけない。飛び乗って一人でそういうこと言うと寂しいな。あの30分前にもう離岸してますよ。え？もう飛び乗るしかない。微妙に離れていってるかな今。いや動いてない。あ、いや動いてる動いてる。笑われてる、子供に笑われてる。こっちに向かってるんだよな。うん、バイバイ。もうちょっと離れたら照れくさいな。バイバーイ。バーイ。これやってるの私一人なのか今。写真撮ろう写真撮ろう。やった。残りましたね、だいぶ。こんなところが。ついてる、臭くて。うわ、なんか今触った。手に触った。ええ、まだ降ってるまだ降ってるって。向こうに行くんじゃなくてこっちに歩いてきてるのか。走ってる走ってる。ちょっと、あ、車に乗り込むんだ。ん、どこに向かって降った今。反対側向かって降った。あ、そうだ。iPhone 用の写真も撮っとかないとな、ツイート用の。お。あの GoPro 手ですっ飛ばしそう。あ、なんか降ってる降ってる。あ、見えなかった。もう見えないか。あ、すげえ。Thank you.
あ、それ今後で。いや今で。あ今。誰のカメラで？カメラで。これで。それが一番いいカメラだから。全員ってわけじゃなくて？え、二人の写真。あ、ありがとうございます。はい、じゃあこれで。はい、これをあのシャッター切れるまで押し込むと。はいはい、よいしょ。家は待ってていい。ね。入るのかな、これは。あ、はい。お。ありがとうございます。ありがとうございました。バッチリ。バッチリ。うん、撮れてます。ありがとうございます。あと1時間20分あ、今渡そうと映ったかな。伊是名島が見えてますね。その手前にちょうど伊是名島のシルエットに隠れてるけど、具志川島っていう今無人島になってる島があります。あそこの小さいのは何だろうな。で、あれは昨日、あれの向こうか、向こうの方に何だっけ、2文字の名前が出てこない。何島だっけ。ほうほう。野保島だ、野保島。橋が見えてないな。そうですね、見たところそんなに波がない。昨日ブログで結婚するかしないかの時の記事を見てたら、乗客の大半が酔ったとかいう恐ろしい記事が出てたんで、かなり構えてたんですけどね。だからその横になる場所を確保しとかなきゃと思ったんですけど、今のところ大丈夫かな。あれですね、最近ね、自転車で遠くに出かけると何かしら、ね、起こる気がするんですよね。あ、なんかイベント的なことですか。トラブル含めた。あのほらフレッシュの時もそんな感じだったから。あ、なんかフレッシュはちょっと別格だと思うけど、あんまり人と連れ立っちゃいい、だって、ね、ここへ行っちゃいけないのかななんて、同行人に迷惑かけちゃうから。いや、私は今回結構満足ですけどね。ちょっと思ったんですけどね。
まあ島に渡ったのが1日遅れてたらかなり焦ってましたね。まあでもどっちしろ一緒か。じゃあちょっと船内の方少し見てからカメラを止めてゆっくりしようかな。そうですね。あれ？おう。あ、この辺りにすごいかなり似てるな。で、満席率は、満席率は、うわ、やっぱり結構予想通り。まあでもこれぐらいだったら別に。うん。座る場所があるかないかって感じですね。うん、よし、じゃあ僕はここで座ります。